こんにちは、こんばんは、おはようございます、おやすみなさい、猪狩周平です。今回の動画はですね、たった今ヘイスミスのスタジオが終わりましたんで、ただ単純にですね、もう飲もうじゃないかと、そういう動画を撮っていきたいと思います。飲みたいんですけど、この動画を撮る直前にですね、ちょっと、はい、ガッキー結婚っていうニュースが入ってきましてね、すごいなんか大切な何かを失ったかのようななんせ今日が初めての撮影でですね、前回出した動画はですね、プロの人が編集してるんですけど、今回はこれハヤチンかユージかが編集してくれるということで、その辺もこうご期待ということで、はい、俺らがいきなり、うん、それで、そうやで、いや言ってたよ、最初の配信からやってもらってそれを見て勉強させてもらって、3回目くらいからこちらがスイッチしたよ。そうそうそう、それで何も聞いてへんやん。これ、俺らの。これそうやで。え、そうなの。これ最初やん。これ最初やん。これ最初やな。うん。最初に1、2回。は、俺らがやるの。だ、そう言ってね。まあ、ということで、始めていきたいと思います。はい、今回、一緒に飲んでくれるのは、こいつらだ。はい、どうも。どうも。ヘイスミスメンバー。ではありますけど、うん、YouTube メンバーでは別にないですからね。はいはい、そうそうそうですね。これは私のチャンネルなんで、うん、準メンバー、準メンバー、準メンバーと呼んでいいですか？はい。じゃあ、ありがとうございます。その程度。ありがとうございます。準メンバー、はい、準です。準メンバー、準で、ユージです。ナラスです。ミツルです。で、ハヤチンは準準メンバーでいいです。準メンバー。濡れまくりやん。準準。スタジオお疲れ様でした。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 ありがとうございました。あ、あとハヤチン写真集発売おめでとう。あ、おめでとう。ありがとうございます。おめでとうございます。あ、そうや、渡すの忘れてる。後でサインください。あれですよ、こういうのも企業案件としてハヤチンが持ってきてくれてもいいねんで。宣伝的な感じ。宣伝したり買ったら YouTube 撮ろうやみたいな感じ。このタイミング渡していい？あ、いいよいいよ。でもこれ完全に案件入るでも。なんなん、でもここで紹介されるわけよ。案件って。ありがとうございます。わぁ、すげえな。これが噂の、あー、これカナスの裸がもうほぼ映ってる。あー、そういうのもあるんですね。袋と袋に、ほぼ映ってますね。こんなセクシーショット撮っちゃった。多度さんのほぼ裸もありますね。俺は常にセクシーショット。ほぼ裸だもん。なんやかんやでコロナ禍始まって 3月頃からやり始めて1年2ヶ月ぐらいかかってるからね、うん、なんかみんなのさ食の好み大体分かってきたじゃん。いや、俺あんま分かってないな。ユージが卵好きぐらいしか、まあ、まあ、それはそうね。ユージサーモンも好き。あ、そうなの。そうですよ。大体寿司屋行ったらサーモン、ネギトロ、シーチキン、サーモン、ネギトロ。キモ。コンビニのチキン系。キモって言いました今。キモ。いや、言ったそれ絶対。いや、俺の喜ぶと思うけどな、みんな。マジで。そんなハードルで大丈夫？いや、マジで。いつも家では俺が喜んでるからさ。そらお前が。今日雨やからかなり遅れたりする可能性もあるけど。昨日も遅かったもん。餃子の王将届くん。餃子の王将昨日食ったの。昨日食った。いいな、王将はほんま正義やからな、うん、これやっぱ大阪王将より餃子の王将の方が好きやな。ああそう、でちょっとな、ウーバーで調べると大阪王将の場合名物が油淋鶏って書いてあって、うん、それだけめっちゃ美味しそうやなあ。確かに京都王将ではないやんか、油淋鶏。確かに京都王将とは餃子の王将のことです。皆さん、うん、1号店は四条大宮にあります。地元っすか？はい、あ、地元ですか？地元じゃないけど、まあ京都なんで僕。なんか京都の人間ってそういうとこすごい生きてくるやんな。いや、生きてないやん。京都が1号店です。豆情報だって京都にしかなかったやん、最初。天下一品も京都が1号店です。そうですね、北白川総本店です、ね、ほらそういうの言ってくるやん。だって別にそんな生きてないやん。何店とか聞いてないから。水飲んどこ。水飲んどけ。お前、そのDVD の撮影の時もそうやけど結構食らうからさ、俺だって家の前で寝てるとかあったから。別にこっちはその泥酔してとか言ってないから、ね、そう勝手にやん。そうそう、でも家の前で起きた。
でこの人顔面血だらけ。そう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 、あの血だらけになってなんかフェスとか出てたやんか。出てましたね。あの時あの楽屋のバンドからさ、猪狩あの顔面は殴ったらあかんでってめっちゃ言われた。俺も先輩方がこっそり何かあったらいいやめっちゃ心配されてる。誤解されてる。いやいや違うんですいつもさ飲んでるとわけわからん話ばっかりしちゃうやんか。そうね。で意味わからんくなると思うから、うん、動画見てる人が、うん、今回は一人ずつ話すテーマを決めてですね、うん、なんかそれについて普通に喋っていったらええんちゃうかなと。あなるほどね。なんかあります？いやね、ウーバー来てからの方が嬉しいから。今キャンパーたちの中ですごい重宝されてる調味料があって、これですね、ホリニシってやつ。ホリニシという調味料。ホリニシスパイス。これが何でも合うねんけど、その中でどれの料理が一番合うかなっていうのをちょっと試したい。で今んとこいろいろ料理に合うねんけど、今んとこ手のひらが一番合うねんよ。手のひら直。合うとかちゃう。合うとかちゃう。じゃあ一回やってみ、今手のひら直やってみて。手のひら直。合うな。合うんだ。今んとこそれが一番や。合うな。手のひら。これだけでマジで当てになるっすよ。そうやね。何と合わせてるの？手のひら。それを。来た。お。みんなが大好きなレンゲ食堂の。レンゲ食堂の。麻婆豆腐。なるほど。キクラゲと卵炒め。ああいいね。ああいいですね。これはうまいな。肉野菜炒めで。ああいいね。なるほど。また来たで。あ、そのあれ大好きです。あれ来ましたね。まさかのスーシー。これは最高です。スーシー。これはもう嫌いな人はあんまりいないですね。猪狩さんのこだわりが見えるっすね。このこだわり、シャリ小さめっていう。あ、それもう最高ですね。この2個はもう誰も怒らないんじゃないですか。いや最高やと思う。電気食堂初めて来るっすね。そうやん。え、嘘つけ。ほんとほんとほんとっすよ。いや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 、昔集合だ。あ、取った。思いっきり住んでる場所を言ってしまいました。危ない危ない。音やの。なるほど。五品目。音やな。これをよくね、私使いましてね。なるほど、音やいいな。これでいいっすね。これでいいよ。あ、来た来ました来ました来ました。どんどん来る。ちょっと取ってきます。パパイヤサラダです。タイ料理。パパイヤサラダね。タイ料理。生春巻きです。うわー、でも嫌いじゃない。生で。いや俺めっちゃ好きやで。パッタイ。うわー、すごい。なんかあのいい感じに全員違う。よかったよ。国全員違う。国違う。国違う。自粛生活になってからハイボール飲みすぎるんで、これいいよね。これでやってるんですね。これをね、ここにスバッと入れれるわけだ。ハイボール飲まんくなったな。そのポンプ、居酒屋のバーしか見たことないっすよ。でも業務用なんかカラオケ屋ってイメージあるけどね。でもこのポンプのこのでかいの1日か2日ぐらいで飲むからね、大体。すげえな。飲みすぎやって。ライブハウスとかでしか見たことないね。ライブハウスの人にもらいました。あ、そうです。あ、そうなの。その中のリッポホールにもらいました。最後の晩餐的な。ああ、何にしたい？え、それはさ、体力的なことを考えなくていい。体力？最後の晩餐からさ、90歳ぐらいの多分、80歳、そしたらさ、もうなんか唐揚げとか飲み込むのしんどい。で、そうやねん、そうやねん。それで、それもあるやん。それ込みで、多分俺と同じ答えの人何人かおると思うんだよ。それ踏まえた上で。踏まえて最後の晩餐これ選ぶんじゃないかっていうメニューが1個あんねや。何の病気で死ぬの？俺溺死。いや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 、最後の晩餐もクソもないやん。何食うねん。溺れながら何食うねん。お前全部塩味やろ。確かに海で合いそうやねんけど。元気やと仮定して、一応元気やけど、お前最後に食うならでいい。それで言うとやっぱ俺寿司やな。あ、なるほどね。寿司は一番好き。お蕎麦じゃなくていいんですか？最後の晩餐で喉詰まって死にそうじゃないですか。蕎麦。え、ロースイなの？米の方が詰まりそうじゃない？ロースイ、その死に方は一回置いとく。
他の人は私はうな重がいいかな。ああ、うなぎよく食ってるな。うなぎはもうめちゃくちゃ好きだから。うなぎ重たいわ、うん、重たい、重たい骨刺さって死ぬかもしれない僕はあれですね、母親の卵焼きとかで。ね、好感度上げに来てるやん、自分。いや、そんな話してない。リュウジぐらいはさ、なんか。いや、そんな話や。そんな話や。卵焼きで、お母さんが作った卵焼きってさ、まあ、それ自分が死ぬ時やで、お母さん死んでるの決まってる。なんかあったかもしれないです。どうなって死にかけっていう設定でいくと、タムやねんけど、卵かけご飯やと思う。あ、これ一緒と思う。やろ、ほらな。おほら。そうやろ、ほら。まあ飲み込みやすいし、そうそうそう、だからユージだけはそこを言ってほしかったけどな。卵好き、卵好きやし、めっちゃ元気っていう想定で卵かけご飯やった。勝手に、あ、ほんま、うん、だって生物なんか食ったら死ぬかもしれないんだよ。え、めっちゃ生やん。ほんまや、寿司こそ生やん。卵より危ないですよ、絶対。ほんまやな。猪狩さんが教えてくれた柿醤油、うん、はいはいはい、あれえぐかったっすよ、マジで。めっちゃうまい。たくまの差し入れやろ。そう、パイ破れて、あの、牛乳せなあかんってなった時に、たくまくんが買ってきてくれて、うん、あれから病院のご飯全部うまくなった。卵かけご飯でさ、あの、卵ガーッやって、あの、その中に醤油も全部混ぜてかける人いるやん。うんうんうん、俺、あれ絶対間違ってると思う。間違ってるな。卵の上に溶き卵を乗せてから、後から醤油かける方が絶対うまい。え、卵の上に溶き卵？ん？ん？僕は何言ってるんだ。いや、僕は白身だけ先にご飯に混ぜてふわふわになった状態で黄身だけ乗せる。白身ちょっと苦手なんだよな。ジュルンやろって感じや。ジュルンのとこやろ。あの塊はジュルその言い方したらあかんねえ、ダメダメ、すごいやらしい。ジュルンやろ。いや、でもそれしたらそのジュルっていう感じなくなるんですよ。ジュルンやろ、ジュルン、ジュルン、ジュルン、効果はどっちも良くないですか。いや、でもあれはドゥルーやろ。いやいや、知らない。だいぶ違うよね、ジュルーとドゥルー。ドゥルーやろ、あれ。いや、どっちでもいい、そこが言いたいじゃないですか。それがなくなるって言われる。いや、俺はドゥルーやと思う。あれもドゥルー、ドゥルーでいいですよ。このことあんまもしないわ。まあ、そんな時の堀西。そんな時マジで。あ、でもそうちゃう。あんまり好きじゃない時にそれ的な、ね、確かに確かに。あ、そうか、美味しないってなった時に一回掘りにしてみる。それ、見せたらいいやん。それ食べて、え、これ食った？うん、あ、確かに。あ、もう美味しないな、うん、で、掘りにしかけたらうまっ。ほんまか。でも全部掘りにしやもん。いや、もうないかね、全部掘りにしなんねんな。いや、すごい、マジで。え、掘りにしなった。あんま美味しないもん。ちょっとかけて。堀西なんねん。これ180度変わったっすね。変わるよな、堀西なんねん。ずるない、ずるい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 。なんでも美味しくしてくれる。だって多分お店の人が一生懸命こう作ったパッタイじゃわけじゃないですか、ね、こっちで美味しくないからっつって堀西一回かけただけで絶品になるんですよ。この手間試行錯誤したパッタイが。でもやっぱベースがないといけないから、やっぱそのベース作りをこのお店の人はしてくれてるっていう意味では下地や、化粧の下地、化粧の下地がやっぱね、その野菜だってさ、土が良くないと美味しくないじゃん。そんなフォローさなあかん。ナイスフォロー。そんなにまずいパッタイ別にさ、もう美味しないで。店言ってへんねんから。俺はまずくはないと思う、思うよ多分ね。え、でもそんなに美味しくないやろ。ちょっとね。これね、シフミのパッタイ。うん、すごいよな、このスパイス。え、なんか今日は堀西からなんか案件もらってた感じ。なんかね、まあみんな日常でさ、うん、ライブとかもそうだけど、ルーティンってあるじゃん。自分のルーティンって 何かなみたいな。日常生活、お風呂入る時の自分のなんか順番とかあるじゃん。頭洗ってとか体洗ってからとか。ああ、順番ある、あるじゃん。大体全部洗ってからじゃないと入りたくないの、人はね。で、まあ綺麗になってこうゆっくり浸かる。で、その合間に出てちょっとスクラブしたりとかいうのが好きなんだけど、ある時そのルーティンを破ってもう速攻風呂にバーンって入った時があって、そしたらなんかすごい具合悪くなったことがあって。具合悪くなるな。でもなんかやっぱ気持ち悪いみたいなあるじゃん。あ、なんか汗流さないでお風呂使っちゃったよみたいなあるじゃん。で、なんかそういうのでみんななんか
かこれを崩したら気持ち悪いルーティンってあるのかなってちょっと。それ以前の問題ですね。お風呂っていうと、うん、これはもうまだその体を洗わないからボディーソープとかないから。嘘でしょ。あの洗顔とかもないし。なんでですか。なんで洗うの。え逆に。すごい。でもなんかお風呂浸かりながらこんな感じでいいかなみたいな。体洗うときは左から。左腕から。あ俺も。そうやんな。これなんで。右利きだからじゃない。右利きだからやんな。でもなんでこっからなんやろ。いやこうやろ。そうだよね。絶対こうやんな。いやそうだよね。右手やからそれはこうなるんだ。俺一回そのよしやで、ね、ちゃうあのなあのな一回だけ打ち上げ後にさ模様しておならしたつもりが出ちゃった時あってパンツに、うん、でも速攻バーってお風呂あの洗いたくてここ洗いたいのにシャワーバーって出してお尻洗いたいのに最初こっから洗ってたぐらいなるほど。そうそうそう。なんでこっから洗ってんねんみたいな。それぐらい染みついた。そうそうそう。今更やねんけど、うん、ボアめっちゃ可愛いな。可愛い。俺ボアちゃんのライブ収録よくやってたよ、海の仕事で。なんだボアちゃんって。そのなんか俺のボアちゃん。俺の感は絶対いいかもしでもなんていうの、ボアって呼び捨てにするような感じじゃないんで。ボアさん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 。ボアちゃんって呼んでたね。俺のボアちゃん。代表曲が思い出されへん。タイトなジーンズ。ああ、そうか。はいはい、タイトなジーンズだ。タイトなジーンズ。語弊があるけど。付き合ってる人とかと喧嘩した場合、うん、どうやって仲直りしますか？あ、うん、俺基本恋人にはメンヘラやからさ。いきなりのメンヘラの。いや多分俺メンヘラ。もうそメンヘラが喉に詰まってる。どうやってる？ひたすら謝るっすね。でも自分から。そうです、はい、もうそれ自分が悪くても謝るの？はい。あ、それはでも俺もそうかもしれない、自分が悪くないって思っちゃって謝らないと炎上するっていうかもう余計ひどくなるんで、一回謝ってそこ収まってから一回謝ってもさ、なんかこう向こうがまだ許してないとかあるやんか、そういう時って難しいな、うん、だからもう謝ってごめんなさいで、ここで切り替えてくれたらいいけどさ、これでまだ次のカットいくやん。いやもうな、あいつらはほんま切り替えへん。あいつらだって、あいつらだって 2,3 週間後にまたその続けで撮ってくるから。まだまだ攻めてくれよ。確かに、うん、どうですか、女子側の意見。なんか私なんか喧嘩したりとか自分がめっちゃ切れててもそんな怒鳴ったりとかわーとかいうことはほぼないと思うんだけど、もう喋んなくなる、そのお互い喋んなくなって、なんかその時間が経ってなんか自然にちょっと落ち着いた方から、あれやんな、もうほんま「はい切れてます」っていう顔で喋らなくなるんやんな。もうそれもあるし、最悪や、一番きついやつ、最悪や。でも喧嘩っていうよりは多分そのなんかなんて言ったらいいのかな、その別になんて言ったら難しいな、切れてるというよりも、なんて言ったらいいかな。めっちゃ言わない。それは喧嘩やろ。喧嘩やな。喧嘩やな。もう何のこっちゃ分からん。喧嘩だったら、基本別れる。一の喧嘩命取りだね。メンヘラタイプやで、それは。ちょっと待って、一回の喧嘩で別れるの？喧嘩して別れるよ、もう。すごっ。だって、喧嘩する意味が分からへんから、うん、そこって深いよね。いやだってやね。いやだって、うん、喧嘩ってどっちかがどっちかに切れるわけやん大体、うん、で俺は付き合っていく時点で何されても許すの確定してるから、うん、何されてもごめんって言われたら全部許せるんやんか、うん、なのにこいつ切れてるわ意味が分からん。なんでってやって別れようってなって、はあ特殊すぎてむずい。いやこれむずいな。いやでも若干その意見は分かると思うで。分かる、うん、分かるの。だってさ、付き合っていく時点で
もうなんか悪いことされても最終的に許さなあかんわけ。そうや、まあまあまあ、ね、譲り合いっていうか最終的に許さなあかん。最終的に許すを先にこっちに向けられることが嫌なんやろ。俺はもう許すから、許すからすぐ、俺5秒、うん、そんなに長くないからすぐ許せるのに、許さないっていう時間をもう流してる意味がもう全然ない。ああ、なるほどね。あ、なるほどね。最後には許すねんから、もうそれはいいんちゃうみたいな。すごい合理的な形でやってほしいってこと。そう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 。でもさ、その最終目的地が許すっていうことやけど、うん、そこまでにちゃんと建設的な話し合いみたいなことがあってもいいんじゃないの。まあ、冷静に、ね。ああ、その一発で、そう。いや、まあ、なんでこういう揉め事になったか。いや引っ張るの嫌なの。5分ぐらいでいいかなみたいな。言われ方とかさ、そのごめんなさいにしてもさ、言われ方だと思うのよ。それをすごいふてくされてさ、ごめんとか言われたらやっぱちょっとイラッとする。いや、それはそれはこいつごめんって思ってないよなってなるよな。でもそこのごめんの方法、男側からするとさ、100個ぐらい顔つくもうその中で選んで、どれ選んでも多分無理やと思う。多分ね、これもしもしやけど、彼女に浮気されたとして、うん、浮気謝られたとしても、うん、5分ぐらいで終わると思う。5秒じゃない5秒だっけ。5秒か5分のどっち。まあでもすぐ終わる、うん、え、許すってこと。許すよ。なんか一つの浮気をさ、なんか女の人にさ、お前何してんねんボケってさ問い詰めてたらさ、なんかなんやろ、殺人犯がさ万引き犯にキレてるみたいな感じ。そんなんこっちバンドやっててさ、うん、むちゃくちゃなわけやんか、うん、それやのに一個さなんかされただけでキレるなんてさ、まあ、できひんよな、うん、私浮気されすぎて今までの浮気されたらわかんの。え、嫌じゃない。え、でもするやろ。浮気しないよ。しませんよ。しますよ。しますやんとか。それはその恋、ちゃんとした恋人がいないときはまあ何人かいたり。いや、そこまで言わんで、ね、そこまで言わんで、ね、やっぱこうね顔や若かりし頃はやっぱありますよ。若かりしね、だからやっぱみんなちゃんと恋人っていうのは作った方がいいよ。好きですって言ってくださいみたいな。俺に言ってる。なんか仕返ししてる。ちょっと遠回しにちょっとやっぱあるじゃん、こう守るべきもの的な。何がおもろい。言いながら笑ってた。完全に俺に言ってるもんな。いや、ない、猪狩くんはもう多分もう本当60歳ぐらいまでこのままでいいと思う。いや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 。いいですか私。うん、お、はい。私ですね、やっぱ10代の頃をちょっといろいろやんちゃしてました。ここで喋れないことをいっぱいしたんですね。で、音楽に真剣に出会って、うん、あ、音楽で表現すればいいやん、こういう気持ちよってなって、はい、結構そこから音楽にこうズボってなって、うん、自分の人生が変わった感はちょっとあるんですよ、うんうん、皆さんターニングポイントってありますか。今でも鮮明に覚えてるからね。あ、鮮明に覚えてる。鮮明に覚えてる。だからイガリと出会うきっかけはそこやろっていうのもあるし、高校生ちゃうか。違う高校なんだよね。違う高校で初めて見に行ったライブがケルググとニューロティカのライブやってる、はいはいはい、なんでギターぐらいはちょっと触ることはできた、うん、アコースティックギターをちょっと弾いたり、ユズが好きやったから、うん、だけどその時にゲルグのアズさんを見て、お、サックスってやってみたら面白いんじゃないかっていう理由で、うん、サックスを買って1週間経ったうちに僕の先向きと道端でたまたま会って、うん、おい久しぶりって言って、最近何してるの、俺軽音でライブやったりしてるよ、うん、そこで俺、あ、そういえば俺サックス買って、ほなバンドやろうやって言って1週間後に行けば電話かかってきてライブ決まったからや。ああ、そうだったっけ。ドレミファソラシドも吹かれへんで。ほんまに何も分かれへんから。それでライブ決まったから、でスタジオが決まって梅田のスタジオ5や、うん、でそこからが音楽を始めるきっかけやからね。ああ、それは結構ターニングポイント。そうやと思うで、やっぱあの時会ってなかったら多分そのままやから。で、そのライブ多分俺が勝手に決めてんの。
あ、そう。で、で、だから最初顔合わせすんねんやんか。で、ギターボーカルやるって言ってるのに、一発目のライブ多分腕骨折してて。なんで でもあの悪い時期にするじゃん。やんちゃで。やんちゃの時ですね。やんちゃで。ギター弾けなかったけど、なんか、包帯巻きながら歌うかなみたいな。そう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 。初ライブで。うん。すごいっすね、ここに来て。行ったっけ、その学園祭、以外が行ってた大学の学園祭出た時、うん、打ち上げがあって、サークルの、言ったら活動内容やな。俺は、まあ、慶応サークルみたいなのを作ってたよ。そうな。で、それに俺らも出させてもらって、うん、居酒屋かどっかでやって、終わって、店の外でちょっとぐだぐだすると、なんか車で、なんか、やんちゃ系なの。ちょっと走り屋っぽいな。そうそう。が、ボンボン言う。そう、ボンボン言いながら、俺らの周りを何周も知ってて、こいつその車蹴ったからな。とんでもなく面倒くさい。もうスタートですからね、そっから。絶対。あんな若気の至り中の至りやん。嘘やろって思ったら俺。なんかね、迷いがなかった。え、でもその時期から見たら丸くなったんですか、だいぶちゃんと初めてやってぐらいの後にガストでそのみんな集まってこれからいつスタジオ入ろうかとかそういう話し合いをしようか言ってる時も俺が最初についてたんかな。で猪狩がバイクでこう入ってきて「おい」って言っても無視して、うん、なんか車の後を追ってんねや。なんで？じゃあなんかその車がなんか割り込んだかなんかでめっちゃ切れてて、で多分こいつはその車に対して「お前止まれや」言ってね、その車無視して行ってて、でガストにそのまま入ってたらこいつ追いかけてガストに結局待ち合わせ場所やけどな、でなんで無視すんのお前みたいなこと言ってた覚えもある。めちゃめちゃ暴露されてるやん。それ会って2回目ぐらいやで俺。そう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 って思うよ、うん、怖すぎる。それ考えたら音楽で変わってよかった。確かにね。せめて怒ってても俺が「おい」って言ってるから「おい」って言って怒ってほしかった。おい無視やからな。よくやろうと思ったよね、ミツルもダス君も。そんなやつと俺は優しいよな。優しいさ、優しさ、優しさ、優しさライセンストップクラスや。優しさ。やっぱ俺兵に入った瞬間じゃないですか。あ、なるほど。あ、それすごい話ですね。あ、いきなりいい話に、うん、いやでも、まあ、もちろん音楽を好きになるきっかけとかいろいろあるっすけど、まあ音楽で食べていきたいなって、うん、バンドやってて、でまあインディーズのよくある飲んだやつが勝ちとかそういう、はい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 、バンドライブ音楽とかじゃなくて、はい、とか言い方よ。まあでもまあそういう音楽っていうかライブの価値観とかをずっと教わってきてて、でもその時にもヘイトは出会ってるんですけど、うん、でギターからベースに変わるっていう一個感じもそうだね。そうだね、そうだな、うん、そうだな。でも歌が好きだから歌えればベースでもいいかなっていうのもあるし、だからもうずっと中学校からやってきたものが全く変わるっていうタイミングでもあるし、音楽の見え方も変わるし、その取り組み方、ヘイスミスのメンバーがどういう風に音楽をこう向き合っているかと、今までの飲んでイエーイじゃないみたいな、なんかそのだけじゃない、飲んでイエーイのとこもあるとは思うけど。まあもちろん、でもそれってライブがありきじゃないですか。うん、そうやね。その良かったライブをして、それに対するこうイエーイとかもあるじゃないですか。何にイエーイしてんのかわからんかった。そうそうそう。なんかなんかそのそういうのも込みでね、やっぱ。冷静に考えたら、俺は一体何にイエーイ、何にイエーイって。その、まあ、向き合い方も変わったし。一番変わったのはやっぱその自分の歌をこう披露してる場が数十人からいきなり何万人とかみたいな、それは、ね、うん、こんなになんか歌を聴いてもらえる場面でもなかったし、うん、もうなんか音楽に対してももうゴロッと変わって、今までとはやっぱ別物になったですね、向き合い方っていうか。なるほど。だから大好きだった音楽が途中で変わるってすごいことだなって思ったんですね、うん、あ、逃げ方が。ずっと同じだったその音楽の体制の向き合い方が、楽器も持ち替えてね、ほらグイグイ好感度上がってますね。えらい真面目に話するなと思って。全然いいんすけどね。ねえ、めっちゃいい話だ、はい、だから酔ったからこそ言えるやつじゃないですか。今ちょっと泳いになられて、泳いになられて、泳いになられて。ユージのいい話の後にすごい言いづらいんですけど、
大丈夫です酔ってないよ。いや、あの長いなと思って。これ、ね、猪狩さんずっとこの顔してるなと思ってた。長い。いや、全然わかんないけど。で、まあ、要するにこの性格になってないとやってなかったことだと思うので、一個一つね、で一つそれ小学校3年生の時に変わりました。本当にアジアンカンフージェネレーションぐらいしか知らなかったわけよ。で、もう全然知らなくって、なんかスカって何ですかみたいな。え、どういうこと？なんてなんてなんて。スカって何ですか？ギャリじゃない。あ、それが言いたかったんですね。うわ、こういうやつ。違う、そこで。すごいすごい。うわ、もっと続くから。違う。あとは。ターニングポイント投げ。投げ投げたらこの人落ちよ。仕込んでないけど、でも。いやすごい、なんか短くて分かりやすい話でした。確かに。すみません、ちょっと早送りしてもらっていいですか。ガンガンするよ。ブル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 ブやめろ。あおり。あと一個やば、部屋に入るとか。ああ、短っ。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 ここのさ、やばい。でもさ、それってさ、めっちゃ不思議だと思うのよ。だってさ、私ヒールフリップやってたから、で、あやともたちやってるスカルヘッズって、平日行って、で、あやともとかが、大阪にめちゃくちゃ面白いな。神戸が最初やったよな。なんか、それぞれみんな今カフェインとか入らずにさ、うちらは、まあ、ナインサブとか、あやともたちキックロック、入る全然前の話とか、え、なんかこれでつながったら面白そうじゃんって言ったのがもう20歳ぐらいじゃん。そうやな。ね、そっからさ、なんか巡り巡って、私が今ヘイスミスに入ってるのでやばくない？で、しかも巡り巡ってまたさ、あやともの新しいバンド、猪狩君がプロデュースそれとかめちゃくちゃやばくない？はい、というわけで、飲み会動画見ていただきましたけれども、もう途中でね、飲んでてわけわからなくなって終わってました。いつの間にか。これ翌日です。まあこんな感じで飲んでますよみたいな、ちょっとぐらい分かってもらえたと思うんで、またなんか話してほしいトークテーマとかね、あったらまたコメント欄にでも書いておいてください。よろしくお願いします。今日はこの辺で、さよなら。